はい、本日も早速、人生に役立つ情報を配信していきます。本日も共に学んでいきましょう。さっさっさっさ、今日のお題は、トゲの絡まちた。トゲのある言葉の上手な受け止め方。こちらを今から一発読みで読んできます。初めて読む文章ですね。毎回。はい。ある日、人から傷つく言葉を言われたことがあります。全然うまくいってないですね。そう言われると落ち込んで心が傷ついたと思う人がいます。厳しい意見であり、精神的に参ります。自分が傷ついたのは、トゲのある言葉を言う相手がいないのだと思いがちです。しかし、相手は悪くありません。思ったことを正直に言っただけです。むしろ正直に言ってくれたことに感謝してもらい、してもいいくらいです。多くの人が建前で接している中、その人だけは思ったことを正直に口にしてくれました。貴重な客観的な意見です。本当に悪いのは自分です。自分がトゲとして受け止めるのがいけません。トゲだと思うから突き刺さり、傷がつきます。トゲと思わなければいいのです。トゲではなく、励ましと考えればいいのです。励ましは突き刺さることもなく、傷つきもしません。全然うまくいってないですね、と言われても、そうなんです。もっと頑張ります、と言うだけです。気にかけてもらい、励まされています。あなたを気にかけているからわざわざトゲのある言葉を言ってくれます。励ましと受け止めればトゲのある言葉も怖くありません。トゲのある言葉を言われるほど延々とやる気が出てくるのです。今日の格言。トゲのある言葉は励ましと受け止める。なるほどね。確かにそういう捉え方はもう、できるね。ズバッと傷つくなと、それだけだったらもうそれしか思わないけど、ちょっと思考を一転させて、なるほど、言ってくれるということはそのままヒントを与えてくれてるっていう捉え方もできるってことですね。はい、そういう思考回路はできるように心がけていきたいと思います。はい、本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、コメント等、バシバシお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ドロリン。